スーリシクーリボリビアラパス氏、スーリシクーリとは、ボリビアなどのアンデス地方で踊られる踊りの一つ。単に、スーリと呼ぶことも多い。スーリとは、アンデスの先住民族であるアイマラ族の言葉でダチョウの仲間のレアを示す。レアの大きな羽を使って作った巨大な帽子をかぶって踊るのが特徴である。黒いシャツと赤いポンチョを着ることが多い。女性は、 赤いマントと赤いスカートを履く。帽子の羽の大きさや形は数種類あり、最も大きなものだと直径が2メートル近くになる。縦に長く伸びたものやマッシュルーム状のものもある。おおむね、男性が大きな羽を、女性が小さな羽をつける。ク売りとは、クを吹く人の意味であり、クとは散歩にあのことである。この名前の通り、この踊りの本来は、 サンポーニャを吹きながら踊るものである。しかし、最近のカーニバルで踊られる場合には、サンポーニャは吹かないことが多い。また、ワンカラと呼ばれる太鼓を叩きながら踊られることもある。手を広げ、足を大きく動かして優雅に踊るのが上手な踊り方とされる。時折、つま先を細かくくるくると回しながら、ステップを踏む。カーニバルで踊る場合、 あらかじめステップのパターンを10種類ほど決めておき、グループの先頭の踊り手が指で合図を出して、パターンを指示する。羽を大きく回しながら、一斉にターンをする様子は華麗である。ラパスやオルロのカルナバルで踊られるが、この数理式売りを踊るグループはそれほど多くはない。一つのグループは、数十人ないし百数十人程度で構成される、ことが多い。 もともとは、父かか子周辺の人たちが、結婚式などの祝い事の際に踊っていた。大地の神であるパチャママに、自然の動物たちとの融和を示して捧げる踊りで、あると言われる。ありがとうございます。